ルトです。今日はうまく技をこなすためにはあえてスピードを落としてやるといいんじゃないかっていう作戦について話していきたいなと思います。どういうことかっていうと、これね、自分もよくやるんですけどね、省エネでやって体操作の正確性を上げようってことなんですよ。手を抜くとはちょっと違うかな。どちらかというと落ち着く脱力に近いかな。できたばっかりの技とかさ、自分の中でギリギリの技って結構本気でやりません？そうすると力んじゃって、当然ね、無駄なところに力使うし、体全体的に焦ってこうリズムが速くなるんだよね。爆速助走をしたりとかさ、前宙を気合で回すとかさ、つまり爆走した速さで力技解決する方向へ行くんだよね。これ最初はまだいいと思うの。技ができない時はそうなっても仕方ないし、技完成するんだったらそれでもいいよね。けどその先は力技を卒業したうまさを追求するわけじゃん。そうじゃないと技のレベルが上がらないっていうのは誰しもが知ってるから。そうなるとうまく、つまり正確に体を動かすには、どう考えてもスピードってリズムって遅い方がいいよね。意識しやすいところ意識しやすいし、体操作しやすいよね。例えばロンダートをするとして、その命となるロンダート、爆速ダッシュでやるのと軽くやるのなら、軽くやる方が大事なポイント意識したりとか正確な体操作しやすいじゃないですか。だからあえていつもよりスピード落として技やるっていう作戦がいいんじゃないかっていう話ですね。でもこの作戦は一つだけね、コツがあって、それはある程度現状に余裕があることなんだよね。技の余裕は心の余裕ですから、心にね、余裕ないのに遅くやってみてって言われてもバカ言えって感じになるじゃん。要は全力、爆速、火力マックスじゃないとできる気がしなくて怖いからだと思うんだよね。それはしょうがない。だからもし今スピード遅くしてやってみてできないんだったら、もうちょっと火力マックスでの練習を重ねて自信と心の余裕を作れるようにするとか、マジでちょい遅みたいなスピード調整を図るといいと思います。スタートから着地地点までの距離をいつもより一歩詰めるとかやるといいよね。それでうまくいったら二歩詰めるとか、そんな感じでやっていくと力技よりから技術よりへ移行していけるんじゃないっていう作戦でした。いいなと思いましたらぜひ試してみてください。以上ムラトでした。バイバイ。